こんにちは。こんにちは。ディズニー自動販売機を作りました。イエーイ。それでは入れてみます。次はこうやってまず100円を入れます。そしてマーブルチョコレートを買います。マーブルチョコレート。ホイップル、はい、どうぞ。ホイップル買います。出てきました。お当たり、当たりだったら2個押さないで出てきます。で、もうマーブルチョコレート売り切れなので、次はイチゴアップを買います。イチゴアップとハイレモンを買います。次は仕組み、仕組みはもういいんじゃないですか。仕組みましたよ。あ、じゃあ次は仕組みを紹介します。こういう風になってま す, てます。これをコインを入れたら、ラここに出てきます。で、向こうからボタンを押すと一番こちらです。はい、こういう風になってます。そうや、有名になっています。次こっちでいきます。こういう風になってます。そしてこれはどうして押し出されるのかっていうと、ここから押されて離れて、こうなってます。坂はしてないけどなってます。皆さんも作ってください。以上です。ここからこうやってこうして置いて100円を入れて買ってください。置く方は前に名前をつけてるところに置きます。そして閉めます。閉めたら滝のようになります。はい、100円入れてください。100円を入れてるか、ハイレモン買いましょう。100円入れてハイレモンを買います。やっぱパパはポイフルを買います。そしてイエズマブル買ってポコパパ100円1個ずつ買うときは100円を入れて、2個買うときは200円、3個買うときは300円、4個買う、はい、買ってください。お金入れてるから。最後にイチゴアップを買います。あれ出てこないな。イチゴアップは出にくいです。以上です。どうぞ皆さんも作ってみてくださいね。バイバイ。